なに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 よっなんすかな、よく来たよく来た。なんかあんたから持ちかけるっていうことは、あ、1週間チーズ生活。いや、もう無理、もう無理、もう無理、やめて。あ、本当に本当にインフルだったじゃないですか、1週間ね。いや、そうよ、もうでさね、インフルね、実家帰ったんですよ。まあ、で、実家でね、鏡見たのね。で、ふとね、この髪めっちゃおでんみたいじゃね、気持ち悪いと思ったの。あー、ピンクの長いやつな。そうそうそう、結構長くてね。ちょっと待ってくれ、どんな予感がしてきたの。あれ、え何坊主にしてきちゃいました。坊主にしてきちゃいました。坊主坊主にしてきた。髪型変えたとかじゃなくて、坊主坊主五輪にしました。え、五輪五輪五輪やらかした野球部か。マジ。うわ気持ち悪いと思ったわけよ。めっちゃ坊主やん。うわーやばいやばい、あっ、スタバやん。あと思ったわけ俺、普通に風邪ひきすぎだなと。ね、俺、まあまあまあ、年に何回風邪ひいてんのか。まあまあ、そう、自分でも思うわけ。もし、あまりに反省しすぎて坊主にしてきたとリーダーに伝えたら、どんな反応をするのか、ドッキリします。おー、あー、なるほど。ドッキリ、そうそうそう、誠意かけるドッキリはめっちゃ久々じゃん。いや、ほんとそうそうそう。でさ、予想してみようぜ、リーダーの反応。なるほど、爆笑じゃない。まあ、笑う、爆笑か。俺は無反応、びっくりしすぎて、で、後から爆笑。あー、じわじわ来るタイプね。俺はね、ブチギレなんじゃないかな。ブチギレ、なんで。いや、でもあいつ、行き切ったら笑うよ。まあ、一つ言うけど、これ、坊主にしたのはドッキリちゃうからか。そう、僕ガチガチの坊主。これで坊主じゃなくて普通にしてました。これ、カツラでしたが、坊主でしたか。これ、ドッキリちゃうからね。よし、坊主。そろそろ、あの方が帰ってくるそうなんで、まず帽子かぶってて、で、来て振り向いたら坊主になってるっていう感じで行こうかなと思います。それではスタート。誰が一番チューブ、チューブかやろうよ。はいよ。ドクターシーズンイン・ザ・サン。おー、ドクターシーズンイン・ザ・サン。あ、いい、あ、いい、結構チューブ感出てる。平井堅がこの世で一番面白い。おもろいね。平井堅はおもろい。平井堅はおもろい。あ、ごめん、あ、おっす、おっす、おっす、お疲れっす。2日ぶりの帰宅。2日ぶりやね。なかなか見えひんかったね、もう。昨日やばかった、マジでクソキツかった。きついよね、これ。お酒ね。じゃん。でもあれしょ、結構強いっしょ、大輝。え？強いっしょ。初回強いの大輝ね。初回強いの大輝ね。初回強いの大輝ね。やばいでしょ。何？何？さっきから大輝。爆笑じゃない。もう反応。びっくりしすぎて。で、後から爆笑。ぶち切れなんじゃないかな。ぶち切れ。なんで？なになになに、何してんのお前。何が髪。あれ、こんな薄いのリアクション。あ、全然反応せえよ。思ってたの違うな。いや、結構驚いてるよ。え、なんかもう大輝はまあ、とかじゃなくて、うん、え。大輝はそこあった。あ、正義よ。いや、なんか気持ち悪いな。まあ、それはまあ、まあ、それはもう間違いない。あ、気持ち悪い。この年で急に坊主にするやつ。出所したやつ。捕まってた。いや、捕まってないですよ。インフルと見せかけて。いやいや、違う、2週間流行。違う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 。インフルかかったじゃない、俺。風邪ひきすぎだしね。反省の意を込めて、それました、それました、それました。
野球だよ。アホやろ。おかしいやろ。BBA と同じ格好してる。スターウォーズの BBA。お前今日から BBA。なんと言いますか。キモい。キモい。キモい。はい、ということでね、インフルから帰ってきて。反省して坊主になったら取ってるインフルから帰ってきた男が坊主になったら正義はどんな反応するのかというドッキリはなんとキモいでした。全然キモい。予想なんだ。普通に爆笑すると思ってた。俺は無反応で、で後からじわじわ来て爆笑。俺はブチギレかと思った。なんでいやさ、きれいにやどうやったら大輝も知らないよ。知らない。大輝にもドッキリみたいなやつ。そう大輝めっちゃびっくりした。超びっくりした。反省してることないじゃん。反省してドッキリって本当は違うんでしょ。本当はそういう理由じゃないでしょ。鏡見てキモいと思って。キモいよりキモくなった。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。姉ちゃんで買っちゃうけど。買っちゃうけど。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。